どうも、星野論客、小野論文太です。まあね、自民党のパーティー権の問題も、まあ、安倍派の幹部さんたちは、えー、立憲されないってこと、おお、ちょっと、立憲民主党が頼んだ、お望んできたことは違うと思うけど、まあ、まあでもね、あの、まあおそらくこれね、まあ、おーちょっと、岸田君はちょっとあの、ああいう感じで、まあ、何やるかわかんないところがあるからね、さすが広島出身、人気が来た戦いのね、岸田ね、岸田の乱ってこと、おお、ちょっと、ちょ、ちょ、 あの、だからね、おそらく、ね、私の読み、私、星野論客っていうキャラ設定の小論文版ですけど、おいあのー、またね、えー、きっとね、支持率回復していくと思いますよ。岸田君とか自民党もね、喉元すぎればじゃないですけど、まあまあ、だんだんそろそろもうマスコミも飽きてきたりところでしょ。ああ、よしよしよし。人間ったら飽きるわけよ。よしよしよし。だからね、あの、野党の諸君はね、まあ野党の職には頑張ってほしいけども、あの、自民党のね、えー、議員さんたちが、あの、 本当に国民のことを思ってないとね。自分たちの私利し、まあ、私欲で。要するに、例えば、派閥っていうのもね、おちょあの、自分が大臣になるためのご助会組織みたいなもんでしょおうち,ち総理になるためのご助会組織みたいなもんでしょだから、国民のことを考えてないって。それはね、あの、正当な、えー、批判だと思うんですよ。あの、ね。そうなんだけども、あの、だけどね、よく考えてみたらね、野党の諸君も、本当に国民のこと考えてないよね。 そうでしょだってそうでしょ、本当に国民のことを考えてたんだよあの、批判すべきは自民党のパーティー疑惑じゃないでしょ、それはだから逆に、自民党の派閥が自分たちの支持私欲で動いてたのと同じように、野党も結局、あのこういうことで、おじゃ,じゃ自民党、今後さえなんかちょっとゲアさせようとかね、やめさせようってのは、結局、自分たちが政権を取りたいっていうだけでしょ、支持私欲でしょ、それも。 だから今回の自民党のパーティー研究枠とか、派閥の、ああ、それに対するね、あの、野党の批判も含めて、結局ね、政治家がみんな、私利私欲で動いてるってことなんですよ。ね。本当に国民のため考えたら、ちょっと言うことが違ってくるとこの、本当に大変ですよ、ね、国民みんな。だけど、そしたらね、本当に国民のこと考えたら、言うことが変わってくるはずだ。だから、自民党の政治家たちも、 ね。野党の政治家たちも、みんな、結局、党利党略、支持しよくってことでございますよ。だからね、それはちょっと、そんなことじゃ困ると、あの、書論ン,ンタとしては思うわけでございますまあ、というわけでね、まあ、本当に自民党の政治家、ちょっと、頼りないんでね、野党の政治家も頼りないんで、とりあえず、ンタあの、ラーメン食べていきます。はい。ニンニク増し増しで。ニンニクの乱れは心の乱れ。心の乱れは宇宙の乱れ。ね。ニンニク入れますか。書 <laughs> 論ン,ンタでございました。 星星のの客客でです。す。って設定です津田大介さん、茂木県庁本人と勘違いしないでね、前勘違いしたでしょ、これ、キャラ設定だからお、ちょっとキャラ設定だからね、あくまでもね。<laughs>